皆さんこんばんは。ミステリー大好き VTuber のしおりだよ。はい、本日はですね、サムネで見た通り1万円企画でございます。2周年2000人っていうことで、記念してもしおりもなんかいっぱい買いたいなっていう気持ちになってきたから、1万円を持ちまして本屋さんに向かいました。そこで今日は7冊買ってきたので、それをご紹介していこうかなと思います。もう7冊で1万円だから、あれ結構高いの買ったんじゃないのって思うんじゃないかな。そう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 、だからね、ぜひ楽しみに見てってほしいな。では早速購入本1冊目からご紹介します。はい、そしたら早速1冊目購入本ご紹介します。1冊目はこちら、木曜殺人クラブです。いや、持ってなかったんだよ。ソーテイク大好きで、いつも買うか迷って、で本屋さんに行って、でね、なんか近くの本屋さんちょっとね、破れてたりするのだからね、どうしようかなって思ってたんだけど、今回はちょっとね別の本屋さんに行ったので、綺麗なものを購入してまいりました。このさ、真っ赤っていうのがいいよね。でね、これが早川書房なんですよ。で、ちょっとね、長いの。このサイズが。普通の単行本よりも結構長くて、で、ブックカバーとか絶対無理だなって思うぐらいのものなんだけど、で、細いんだよね、少し。あ、そうでもなかった。細くはなかった。長細いんだよね。なんかね、読むのもなんか不思議な感じで、文字数が、1行の文字数が多いんじゃないかなって結構長くね書いてあるんですよ。これかなりレビューが良いじゃないかなと思う。ツイッターでも木曜殺人クラブ面白かった、あーすごい良かったっていうのをよく聞くので、もうふつふつしてたんだよね。で、ミステリーが読みたい2022年版ミステリーベストランキング海外版で第3位ということで、ベストセラーだからね。現代のミス・マープルたちが難事件に挑むっていう。ミス・マープルといえばアガサ・クリスティのおばあちゃんの探偵ですけれども、そのミス・マープルたちって書いてあるんですよ。で、なんとなくそのツイッターでのレビューとかそういうのを読んでいくと、あ、なるほど、こういう感じの話なんだなっていうのがあるんだよ。あの老人たちがその殺人事件を暴いていくみたいな話らしいんですけれども、もう楽しみだなって。いや、もうほんとこれをね、変えたことがしおりは嬉しい。で、この木曜殺人クラブなんだけど、実はもう2が出てるんですよ。続編なのかな。こちらですね、木曜殺人クラブ2度死んだ男。また今度青だよ、赤からの青。またこれも欲しくなる。これはまだ買ってないです。しおり木曜殺人クラブの赤の方を読んで、ちゃんと読めたらこっちの二度死んだ男の方買おうかなと思ってる。このさ、もうキツネちゃんがさ、もうマスクマンになってるの可愛くない？ルチャドールかよっていうね。もう CMLL ですかって可愛いよね。いや、もうこのさ、まあ、全然ね、読んでない、一冊も読んでないんだけど、この3冊目が今度は何色になるのかっていうのも気になる。3冊目の続編があるかもわからないけどね。はい、では続きまして、またね、海外ものです。海外ものちょっとねお高いんだよね。こちら、優等生は探偵に向かない、ホリー・ジャクソン。はい、優等生は探偵に向かないは、最初のねやつでさ、自由研究には向かない殺人があって、その次の話になるんですけれども、これね、自由研究には向かない殺人は読んですっごい面白かったの。だからね、この2冊目の優等生は探偵に向かないもすごい期待をしている。ヒップだったかな、ピップか、ピップっていう主人公の女の子の性格がすごいさっぱりしててよくて、よくさ、本でさ、探偵とかってここでこう言えばいいじゃんとか、ここでもう殴りかかれよとかって思うのを全部ピップがやってくれる。殴りかかるかはちょっと忘れちゃったけど、なんか本当にね、行動力があってすごい主人公だなと思います。理想的です。じゃあこのね、あらすじをお話しすると、
高校生のピップは友人から失踪した兄ジェイミーの行方を探してくれと依頼され、ポッドキャストで調査の進捗を配信し、リスナーから手がかりを集めることに。いや、もうね、今風だよね。関係者へのインタビューや SNS も調べ、少しずつ明らかになっていく失踪までのジェイミーの行動。やがてピップの類まれな推理が恐るべき真相を暴き出す。自由研究には向かない殺人に続く傑作謎解きミステリー。これね、本当にまだね、自由研究に向かない殺人を読んでいない方はぜひそちら読んでいただきたいなと思うぐらい本当に面白かったです。でさ、この操作の仕方っていうのがここに書いてあるじゃん、SNS とかポッドキャスト使ってとかっていう風に。本当に海外の警察探偵さんかな、本当にそうやって事件を解決しているっていうのをどこかの番組で見た気がする。だからもうそれって今風だなっていう風に思いながら、でも早いんじゃないかなって、聞き込みとかそういうのよりもこっちの方が早かったりするのかなね。えどうなんだろう。でもこうやってちょっと今風な探偵を見て追っていきたいなっていうので、こちらのホリー・ジャクソンさん、優等生は探偵に向かない、買いました。期待。はい、では続きまして、今度はね、日本のですね、こちら銀色の国、五木優先生ですね。五木優先生はしおり初めての作家さんなので、ちょっとドキドキしております。こちらは草原推理文庫から出ておりますね。銀色の国、どんななんだろうね。僕らは誰も死なせない、そのために真実を明らかにする、友人の不可解な死に潜む想像を絶する悪意っていう風に帯には書いてあります。後ろのあらすじを読んでみると、自殺対策 NPO 法人で働く、これなんだ、コウスケかな、コウスケの元に立ち直ったはずの元相談者ひろゆきの秘宝が届く。自死する前の彼は VR に異様なほどのめり込んでいたという。ひろゆきは死に誘導されたのではないか。かすかな疑念からコウスケは元ゲームクリエイターの空と共に調査を始める。彼らが直面した仮想世界と現実で進行する恐ろくべき計画とは。日本推理作家協会賞受賞作家による鮮烈なミステリー。あ、VR なんだ。あ、しおりにはかなり身近な存在ですね。VR の中でそうやって何かが悪意があって、で、そして現実でも。VR の世界って本当に何でもできるんで。あ、よくよく考えたらさ、やっぱり作家さんってもう今をさ、そういう風に文字に起こしてくださってるよね。VR っていうのが一般にこうやって広く普及されてきたら、小説の方でも VR の方中で悪意がとかさ、 VR 上で何か事件をとかって、そういうのがなんかすごい最近出てきてるなって思って、面白い。なんか世界がもう一つ増えると、そこでのミステリーとかが出てくるから、どんどん新しいミステリーが増えていくんじゃないかなって思うので、すごい楽しみだね。銀色の国、あ、楽しみにしてます。はい、では続きまして、こちらルピナス探偵団の盗枠、津原康美先生ですね。なんかこのさ、想定はよく見たことがありますね。オンデリク先生とか、あれ、折原先生とかもそうだったっけかな。すごいこうね、独特な想定です。なんか欲しくなっちゃうんだよね。で、こちらですね、ルピナス探偵団の津原先生もしおりは初めての作家さんなんですよ。で、じゃあなんで手に取ったのか、初めての作家さんを手に取る時っていうのは勇気がいるよね。はい、なぜかと言いますと、本屋さんで帯があったんですけど、その帯にね、もう買うしかないっていうセリフがあったの、文章。はい、こんなにも面白いミステリーがあったなんて。そしたらもう買うしかないなって思って、もう本当にカゴに入れました。あ、1万円大丈夫かなって言いながらね。私立ルピナス学園高等部に通うアウオサイコは、ある時うっかり密室の謎を解いたばっかりに刑事の姉から殺人事件の推理を強要される。おお、なぜ殺人者は犯行後冷えたピザを食べたのか。その後もひょうひょうたる白色の少年シジマラと
青バラのある雪の館の密室殺人、はぁ、死んだ大女優の右手消失事件に遭遇する。不合理な謎が論理的解明を得て鮮烈な幕切れをもたらす本格ミステリー3編を収録。やば、もうこれさ、あらすじやばくない？殺人者は犯行後冷えたピザをなんで食べたのかっていうのは、まあチンしなかった理由ってことだよね。なんだろうね、チンしなかった理由、電気が使えなかったりとかっていうことではないんだろうね。なんで冷えたピザを食べた、犯行後でしょ、殺人のあった後、殺人した後に冷えたピザを、いやそもそもね、温めればいいじゃんっていうことなのね。わかんない、なんだろうね。あとさ、あとさ、青バラのある雪の館の密室殺人事件。青バラといえばもう青バラってないって言うじゃないですか。伝説のね、バラですよ。その青バラのある雪の館、もう館としたらもう最高ですよね。贅沢。青バラっていう美しいものと雪っていうまた綺麗なものの融合して、その館での殺人事件があると、最高、鼻血出る。死んだ大女優の右手消失事件に遭遇という、いろんなね事件に遭遇してしまうサイコちゃん、それがまあお姉さんからね強要されてしまうんだ。面白そう。これから読もうかな、マジ面白そう。あ、はい、ぜひルピナスター提談とか、いや気になんない、みんな。いや、しおりこれ読んでてさ、めちゃくちゃ気になったんだが、ぜひぜひ皆さんも本屋さんで手に取ってあらすじ見てください。そしたらまたね、買いたいって思うと思うんだ。ぜひ探してみてください。はい、では続きまして、こちら、君のいたずらが僕の世界を変えると、篠谷匠先生ですね。いや、すごい可愛い想定ですよね。なんかね、これね、あらすじを見て、こんな初めてかもって、初めてだなって思うあらすじだったので購入しました。その探偵、フードヒアリング、食べ物の声を聞くと。僕が閉じ込められたのは、かつて書いた漫画食べ物探偵友明の事件簿の世界、物語の終焉を阻止する鍵とはって書いてあるね。でね、このあらすじがね、漫画家を目指すフリーター宇佐美は事故で意識不明となる。目覚めたのは、高校時代に自分が書いていたミステリー漫画食べ物探偵友明の事件簿の世界。食べ物の声を聞き、事件を解決する探偵の助手をしつつ、現実世界への帰還を目指すが、徐々に意識の境界が揺らぎ始め、一方で宇佐美の友人のさつきは彼を目覚めさせるためあるアイデアを思いつく。交差する夢と現実、謎だらけの名探偵、新感覚クロスオーバーミステリー。なんか異世界に行っちゃうんだね。異世界ものだ。だけどそれが自分が昔書いてた漫画の中に入っちゃったんだ。で、食べ物の声を聞くっていうのが、まだねページを開いてないからわからないけど、礼ならあのチェリーに行ってやってくれとか帯に書いてある。だから本当に本当の食べ物の声を聞くっていうのは、よくねドラマとかでさ、死体の声を聞くとか骨の声を聞くとかあるじゃん。それはその時に何が起きたかっていうのを繊細に、そういう職業の方がこう声を聞くっていうね、どんなだったのか調べていくうちに、それが声を聞くっていう比喩表現になったとかだけど、これは違うんじゃないかな。本当に声聞いてるんじゃないかな。どうなんだろう。いや、わかんないけどね。ちょっと読もうと思っちゃった。はい、そんな感じで、今これ新刊だと思うんですよ。うん、2023年今年のね2月21日なので、つい最近出たものなので、本屋さんにずらっと並べられてると思いますので、ぜひ手に取ってみてみてください。はい、では続きまして、今度のはね意外だと思うよ。こちら、ボンベイのシャーロック、ネブ・マーチ。はい、初めての方いらっしゃるんじゃないかな。しおりもね初めて見たんですよこれ。
で、これ早川ミステリーなの。あの、細長いやつで透明のカバーがついてるやつ、ビニールの。これ初めてしおり買ったんだよね。で、中見るとあの2段に文章が分かれてて、かなりのボリュームかなと思います。紙もちょっと黄色い。で、これね、あの面白そうだなと思って、ボンベイのシャーロックっていう、ボンベイってどこなんだろう。あ、インドなんだって。1892年、インド、ボンベイ。騎兵連隊を除隊し、病院で療養生活を送っていたジム・アグニホトリは、2人の女性がボンベイにある時計塔から転落死した事件の記事を見つける。転落死だね。2人の死に違和感を覚えたジムは、被害者の夫であるアディが書いた投書を読み、違和感を確信に変える。アディから事件の捜査を依頼されたジムは、敬愛するシャーロック・ホームズに習い、変装を駆使し、事件の手がかりを再構築することで真相を究明しようとするが、植民地時代の活気あふれるインドの描写が豊かな、エドガー賞最優秀新人候補作と書いてある。あ、そうなんだ。てか、これが面白いのがさ、シャーロック・ホームズが好きだえ、だからちょっとこう変装しようって思うの面白いなと思って。なかなかさ、こう変装しようって思う名探偵の本とかってあんまりない気がするんだよね。ルパンみたいじゃん。だからそういうのがあって、ちょっと面白そうだなと思って買ったのと、あと装丁がめっちゃ可愛い。これすごい好み。可愛くない？ネブマーチ、アメリカのニュージャージー州在住の作家さん。実業界でアナリストとして働いた後、2015年に小説の執筆を開始、2020年に本書で作家デビューし、2021年のアメリカ探偵作家クラブ最優秀新人賞の候補となった。現在ラトガース大学でクリエイティブライティングの講師を務めると。おー、ネブさん、マーチさんかな。はい、ではラストはこちらでございます。あなたに似た人、ロアルド・ダール。これ想定見たことある人多いかなと思うんですよ。しおりは本屋さんで結構ちょこちょこ見てて、見てた割にこれってさ、想定から見てもさ、あのタイトルから見てもミステリーって思わなくない？あなたに似た人って言われても。で、そこでさ、もう本当にふとね手に取ったんですよ。そしたらさ、かなりミステリーで、帯にはカズレーザーさんが絶賛してるって書いてあったから、テレビで紹介されたのを見た方もいるかもしれないね。説明できるが理解もできない感覚、あ、違う、説明できるが理解できない感覚、それが最も怖いって書いてある。ある日突然夫に別れを告げられた妻は、思わず夫の頭に一撃を食らわせてしまった。刑事である夫の死体が目の前に転がっている。間もなく夫の仲間の警官たちがやってくるに違いない。さて、妻は凶器をどうする？短編ミステリーのスタンダードとしてあまりにも有名な蒸気、おとなしい凶器をはじめ、蒸気を逸した賭けの行方や、常識人に突然忍び寄る非常識な出来事などを短編の名手が残酷かつ繊細に描く11編を収録すると。これね、最初のね、一つの味っていう短編だけしおり読みましたね。面白かった。ここで終わらせんのって思った。あ、そっか、なるほど、ここで終わらせた方が想像がもう膨らむなって思って、わ、さすが短編の名手って思いましたね。ちょっとその後ろに書いてあったおとなしい狂気が次の2話目なので、それも楽しみにしております。あ、そうそう、ロアルド・ダールさんって聞いたことある方がいたら、もしかしたらこれかなと思うんですけど、チャーリーとチョコレート工場の作者さんなんだって。あれだよ、あのジョニー・デップがさ、確かね、主役で工場のチャーリーをやったんだよね。それね、しおり映画を見たことあって、すっごい面白かったのを覚えてるので、このロアルド・ダールさんはミステリーじゃないものもきっとね書かれるんだなと思いました。ぜひ気になる方、手に取って見てみてください。これさ、
真ん中にあるお皿ってさ、何なんだろうね。トウモロコシかな。はい、購入したのはこちらの 1,2,3,4,5,6,7 冊でした。これでね、10,120円でした。いやー、たくさん買いました。満足満足。いや、海外物多かったですね。この中でもう4冊は海外物なので、優等生は探偵に向かない、木曜殺人クラブ、ボンベイのシャーロック、あなたに似た人だね。楽しみだね。そもそもね、優等生は探偵に向かない自体はもう本当にね、国内のミステリーかなっていうぐらいすごいすんなりと読めるので、おすすめですね。あとは銀色の国、五木優先生のこちらの本もね、すごい楽しみです。五木先生は有名でね、ずっと読みたい読みたい思ってたんですけれども、こちらのね、こちらから沼に入っていきたいなと思います。あとね、君のいたずらが僕の世界を変える、ちょっとまた別のさ、ミステリーな感じがして楽しみだね。食べ物の心を聞きたいよね。ケーキとかなんて言うんだろうね、この想定に出てるお菓子とか食べ物とかが本当に喋ってくるのかどうなんだろう。そしてルピナス探偵団の当枠、こちらさ、もうあらすじ見てやばかったね。本当に青バラの館行ってみたいと思います。皆さんはどの本が気になりましたでしょうか。ぜひコメントで教えてください。では動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。これからもね、どん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 ミステリー購入して、これから読んでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。